番号3966番、東京大学1年の福光翔です。マジかみたいな感じでした。めっちゃ楽しみです。やってやるぜみたいな気持ちです。メトレを結構やってきました。なんか過去の動画とか見て、あ、こうやってやるんだなみたいなのを勉強して、まずはファーストステージクリアを目標に頑張ります。3歳から今年の6月くらいまで新体操をやってました。県では優勝してました。僕はアクロバットが得意なので、まあなんかそこがアピールポイントです。2回ひねりまでなら、あのここでもできます。ファーストステージクリアを目指して頑張ります。河野ゆずです。よろしくお願いします。いや、もう緊張します。高野球の初戦の感じですね。負けたら終わり、はい、まずはファーストステージ突破ですね。そして今日は心強い応援も、いや、本当ですね。ありがたい。僕のボスが柳田優子、あと自主トレメンバー福田修平、安田、今野選手が今から先に出場しますけれども、はい、どうですか、出場？いや、もう全部クリアしてソフトバンクの入団してほしいです。育成でいいですか？育成で、育成で、はい、どこまで行くそうですか？サスケオールスターズ入ってほしいです。入ってほしい、それが願いです。今日はこの第一歩、はい、第一歩あれ、おい、やるからにはやります。最高。3968番、劇団 EXILE の八木正康です。もう完全に気合入ってますね。もう高校ぶりぐらいか、そのぐらいに坊主にしたので、はい、あの頃の気持ちを思い出してやりたいと思います。名門高校はどこ出身なんでしたっけ？駒大苫小牧高校出身です。後輩には田中将大選手が後輩に1校下ですかね。室内練習場でバッティング練習をして、試合形式で将大選手が投げて僕がバッターの時があったんですけども、左腹にデッドボールをいただきまして、そこからまあ3週間ですね、痛みと戦いながら練習した苦い記憶がございます。田中選手にもかっこ悪い姿は見せれないですね。そうですね、田中選手もちろんですけども、メルディーチから来てますので、ヒロさんにもそうですし、あと2児の父なので子供を絶対見てると思いますので、パパ頑張るよ。プレッシャー含めいかがでしょうか？まだLDH でそのクリアした人がいないっていう中で、今回そうですね、僕ら選ばせていただいて、なんとか爪痕を残せるように、はい、できるところまで頑張りたいなと思います。どこまで目標にしていきましょうか？いや、本当にね、反り立つ壁ですかね。反り立つ壁は本当にやってみたいなと思いますので、反り立つ壁まではまあ最低限いきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんいけるのかどうか楽しみにしていてください。二児の父として、元高校野球球児として、いろいろなものを背負いながら今回挑ませていただきます。皆さん応援よろしくお願いします。3969番、劇団 EXILE 小澤裕太です。よろしくお願いします。今日頑張ります。いや、天気に恵まれまして、あとはもう成績を残すだけということになっておりますが、はい、ね、とりあえずやっぱ現場見て圧倒されてますけど、まあ、できることやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。見てましたね、もう子供の頃から見てました、はい、なんで番組としてもめちゃくちゃ憧れてました、はい、そうですね、うち他に体の動くアーティストの方々いっぱいいるんですけど、はい、その中でも体動くんだこの人って思ってもらえるように、はい、で事務所の看板を怪我さないように頑張ります。とりあえずぶら下がりました。はい、やっぱサスケってぶら下がる、そう、ぶら下がるイメージですね。はい、なのでちょっと時間が決まってから時間があんまなかったんで、トレーニングがあんまできなかったんですけど、
まあ、心持ちだけは、はい、気合い入れてきました。とにかくとりあえずファーストステージクリアで、はい、とにかく、気合い入れて、自分の名前にも汚さないようなプレーをできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。1970番角川ドリームズよりさつきが参りました。よろしくお願いいたします。めちゃめちゃ緊張してます。はい、もうやっぱしあのでっかい舞台見るとうわやばいってなってます。オーディションを経ての参加だと思うんです、出場だと思うんですけど、はい、受かった時の気持ちっていうのはいかがでしたか。正直めちゃめちゃびっくりしました。オーディションではジャンプして掴むってところまで正直いけなくて掴めなかったんですよ、ね、今日は絶対にドラゴングライダーをクリアしてちゃんと最後の最後までこうファーストステージをクリアしたいと思います。頑張ります。楽しみにしていてください。よろしくお願いします。過去最大規模で繰り広げられる筋書きのないドラマ。上半身まとまってリード、叫び乾いている、弦が乾いている、全員の悔し涙か。この雨は Just breathe Breathe。いつまでもやっぱりチャレンジして頑張りたいし、まあ、何歳になってもそうですね、目標があればちゃんと成功できるっていうことを見せたいですね。ゼッケン4000番をつけて3度目の完全制覇したいという思いはすごく強いですね。まあ、その自分が目標を持っている限りはサスケに終わりはないと思ってますね。本番までには完全制覇のための準備ができると思ってるんで、この40回記念っていうその一枠をいただけて出れるっていうところがやっぱりありがたいんで、だから頼むから終わらないでくれってもう今の段階から思ってます。突っ込むな、突っ込むな、突っ込むなよ。史上最強の100人が挑む究極のサバイバルアタック、サスケ40回記念大会、12月27日夜6時。